鉄道作業局763080十型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道作業局、鉄道委員等に所属したタンク式蒸気機関車である。勾配線駆用として、1888年に、イギリスのナスミス・ウィルソン社から2両を輸入したものである。車軸配置は2から6から2、2気筒端式で、飽和式、番号は102、104。 1894年の海湾では AB 型となり、鉄道作業局では B5 型と称した。1909年に制定された鉄道員の車両称号規定では3080型と改められた。形態は伝統的なイギリス古典機タイプであり、勾配線供用として当時は日本最大級の機関車であった。川水槽は 第一動輪上部から運転室にまで達する大きなものを装備しており、運転室後部にはタン庫が設けられていたが奥行きが浅く、後に運転室側に拡張している。蒸気ドームは第二環道上にあり、砂箱は煙室多いと、川水槽の間の歩み板上と、運転室の床下に設けられている。また、日本の機関車としては初めて真空制動機を、 装備した点が特筆される。過失も高過失型のベルペア式である。勾配線区で使用するため、日本で初めて真空ブレーキが採用された。基本設計は、当時の記者観察法であった、フランシス・ヘンリー・トレビィシックの手によるものと推定される。後に、勾配線区用、タンク機関車として、大量生産された B6 系の原型とも言える、機関車で、後に、 神戸工場で国産された B7 型の班となった。鉄道作業局時代は新越線で使用されており、その後の移動はつまびらかでないが、1916年に両機とも中部鉄道管理局管内で廃車となった。その後は2両とも民間に払い下げられた。3080は同年9月にビバイ鉄道に移ってそのままの番号で使用された。 その間、1927年頃から、大夕張炭鉱専用鉄道の建設用に使用され、工事完成後は、美梅鉄道に戻ったが、1932年に廃車となった。一方の3081は1917年4月に、小倉鉄道に移って、同社の11となり、1934年まで使用された。ありがとうございます。